孫仏女は中華民国の軍人、中華人民共和国の政治家。西北軍を率いた陽子城の側近的存在の人物で西安事件や日中戦争で活動した。共振の家庭に生まれる。1910年、皆、長所島実業学校に入学し、後に長安高等小学校に進学した。1913年、西北大学予科に入学し、 同年冬、先制陸軍測量学校に転入している。1915年夏に卒業し、先制陸軍測量局地経過で勤務した。この頃、孫文の革命思想に傾倒し、翌年、中華革命党に加入している。1917年末に、孫は、国系よく率いる先制靖国軍に加入し、先制特軍陳寿藩との戦いで軍港を上げて、地位を上げていく。 後に、子が公認の先生特軍、兵玉将に帰復しても、孫は、妖古城の下で、安国軍の騎手を掲げて戦い続けた。九百二十四年、兵、子らが北京政変を起こし国民軍を結成すると、妖、孫もこれに、先生国民軍として合流した。九百二十六年初めに、鎮火佐軍を率いる劉鎮火の大軍に、西安を包囲されたが、 陽古城、孫うつ女らは8ヶ月にわたり懸命に防戦。最後は、兵玉省が派遣した援軍のおかげで竜を、撃破している。西安の危機を克服した後、陽は、国民革命軍、第二集団軍第十軍軍長に任命され、孫もその下で、第十軍参謀長、第二市市長代理などを歴任している。1927年、北伐の一環で山東省方面で、 北京政府側の朝総将軍と戦い、これを撃破した。1928年春、洋が日本へ視察に赴いたため、孫が第十軍軍長代理に就任する。その後、第十軍は安徽省や河南省、山東省と中流地点をしばしば移された。この頃、中国共産党粛清が国民政府中央で実施され、洋古城、孫宇つじらもそれを求められていたが、 二人はこれを軍を瓦解させるだけの行為として拒否した。孫が軍長代理となった直後、軍内にいた共産党の士官が大重軍内で放棄する動きを見せた。孫はこれを鎮圧する一方で過剰な粛清は実践せず、軍内から共産党人種を追放するだけに止めた。1929年からの小解赤派と反省派の戦いには、よう、 孫は直接参加していない。中原大戦後の1930年10月に、陽が先政省政府主席に任命されると、孫も第17師市師市長に昇進し、先政省に戻った。1931年11月、満州事変後の混乱をつき、北京政府直令派のご配布が、官宿省の乱州で、地元軍閥に衰退されて、 中国国防軍総司令を自称する挙に出る。孫仏女は、楊古城の命を受けて直ちにこれを討伐、平定した。楊は、孫の監縮小政府主席就任を、小解析に求めたが、小はこれを拒否。孫は、先生に戻り同省南部に駐屯する。以後、孫は、高日、貫どもの傾向を強め、調整中の幸運とも交渉を重ね相互不可侵の協定を、 秘密裏に結ぶなどした。1936年12月の西安事件においても、長学寮と陽から軍事顧問省就任、高日貫軍臨時政北軍事委員会責任者、高日沿水第一軍団軍団長に任命され、将来の逮捕に動く。陽が出国に追い込まれた後の1937年1月、孫が先制省政府主席に任命された。 日中戦争勃発後の1938年6月、孫うつは第31軍団軍団長に任命され、三省省南部で日本軍を迎撃した。翌年2月、第4集団軍総司令に昇進し、同年中に陸軍大学召官班第一期で訓練を受けている。1941年、河南省に移駐した。1944年9月、 1> 第一戦区副司令長官に、翌年7月には第六戦区司令長官にそれぞれ昇進した。同年5月には中国国民党第六期中央執行委員に選出されている。なお孫の公認として、先制省政府主席となった、小家内文は在任中に日本軍の空爆を受けて恐怖し、自分と一部の側近だけを連れて、生徒へ逃亡する許に出たことがあった。 この時、孫は西安氏において、各界人士に抗戦を呼びかけ、章を混乱から救った。また、抗日戦中の共産党との連携も孫は積極的であった。日中戦争終結後、孫うつは武漢で日本軍の受講官を務め、12月には第六戦区を改組した軍事委員会武漢行営で副主任に任命された。 しかし、実際の軍事指揮権を委ねられることはなかった。1948年8月、総統府戦略顧問委員会委員に任命される。間もなく、広州へ移り、自らが率いていた経営団を第232市に改編した上で、湖南省の停戦を頼っている。1949年8月、ほどが調査機器を決行すると、孫もこれに同調した。 中華人民共和国建国後の1950年8月、孫鬱女は、勝利規模の紹介で、中国国民党革命委員会に加入した。以後、民側の中央常務委員、先生省委員会主任委員、第一期、第四期中国人民政治協商会議、先生省委員会副主席、第五期政教全国委員会委員、第一期第三期先生省人民、代表大会代表、 先生省副省庁国防委員会委員などを歴任している。1979年7月27日病没。去年84。ありがとうございます。